藤島武とは、愛知県豊橋出身のプロ野球選手。宇藤右内。中日ドラゴンズ所属。名古屋ドームにて、小学2年時から、軟式野球の栄ドリームズでプレー中学生時代に、東三河ボーイズで、公式野球に展示、野もジュニアオールジャパンに選出された。東方高等学校への進学後は、1年夏の、 第96回全国高等学校野球選手権本大会に出場。阪神甲子園球場で初登板初勝利を挙げると2回戦まで進出し、同様の経緯で在学中に全国へ名を馳せた坂本義和の愛称にちなんで万美二世と称された。2年時の秋に東海大会で優勝し、3年時の春に首相兼エース兼4番打者として、 第88回選抜高等学校野球大会へ出場したが、またしても2回戦で敗退した。夏には、選手権愛知大会決勝で右肘を痛めたものの、チームの優勝によって、第98回全国高等学校野球選手権本大会に出場。4番打者として、大会通算で14打数8安打8打点を記録した。北陸高校との初戦では、 サイクルヒットを上回る1本塁打1三塁打2に、塁打を放ち、19から9というスコアでの圧勝に貢献している。八の学院厚生高校戦との2回戦では、先発投手として登板したが、2回1、3を投げて4失点で降板。チームも最大で7点差をつけられたが、19で逆転さよなら勝利を収めた。 超高学院高校との3回戦にも先発したが、3号等を記録するなど本調子にはほど遠く、自身で2塁打を放ちながら2から5で敗れた。それでも、大会終了後に開かれた第11回、ブファユーマイナス18アジア選手権大会に、日本代表として出場すると、インドネシア代表との試合に先発。5回最高ながら完全試合を記録したほか、 香港代表との試合には外野手として出場した。東方高校への在学中に対外試合で49本塁打を放っていたことから、2016年の NPB ドラフト会議で野手として指名される可能性もあったが、藤島自身は投手としての NPB 入りを希望。地元球団の中日ドラゴンズから投手として5巡目で指名されると契約金3000万円。 年俸540万円で入団した。背番号は54。2017年には、ウエスタンリーグ公式戦5試合に登板。0勝1敗、防御率6.75という成績で、一軍公式戦への登板機会はなかった。2018年には、4月28日の対横浜 DNA ベイスターズ戦9回表に、救援投手として一軍公式戦にデビュー。 6月7日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、2番手投手として4イニングを無失点に抑えると、3回裏に迎えた打席で1、軍発安打を放った。松坂大輔の先発が予告されていた6月17日の対埼玉西武ライオンズでは、松坂が試合直前に背中の痙攣で登板を回避したため、西武球団の了解を得た上で先発デビュー。 試合開始15分前に先発を告げられたものの、6回を2失点に抑え、一軍公式戦での初勝利を挙げた。NPB の公式戦において、予告先発の代役で登板した投手が白星を挙げた事例は11人目であるが、一軍公式戦での初勝利にもなった投手は、マイク・ハートリー、浜田達郎、荒垣隼人に次いで、史上4人目であった。 7月12日のフレッシュオールスターゲームでは、ウエスタンリーグ選抜の4番手として登板した。前半戦では主に救援投手として、経験を重ねたが、8月12日の対東京ヤクルトスワローズ戦以降に登板した6試合では、先発のみで2連勝を記録した。1軍公式戦全体では、19試合の登板で3勝1敗、防御率3.66をマーク。 2019年には自主トレーニング期間中の1月下旬に右手の血行障害を疑われる症状に見舞われた。このため、一軍で迎える予定であった春季キャンプへの参加を見合わせた上でキャンプ期間中から2度にわたって右手のカテーテル手術を受けた。6月中旬のウエスタンリーグ公式戦から実戦に 復帰すると、救援要員として7月5日から一軍に合流。合流後の一軍公式戦では、21、登板試合連続無失点を記録するほど好調で、オール救援ながら32試合の登板で14、ホールドを挙げた。高校時代はメディアから、バンビ2世と称されたが、学校内では、アンパンマンやや、富士、シーと呼ばれていた。 高校一年時の夏に登板した選手権愛知大会や全国大会では相手打者を打ち取るたびにおたけびを上げる姿や帽子を飛ばしながら闘争心むき出しで力投する姿に注目が集まった。当時は球審から注意を受けることもあったが一年半ぶりに甲子園球場のマウンドへ立った三年時の選抜大会ではそのような姿が影を潜めた。 本人は一年の夏には頑張って投げるしかなく自分に余裕がなかったと語っている。中日3年目の2019年に発症した右手の血行障害については手術を受けた後も感知に至っていない。本人によればランニングで両腕を振った後や緊張感を覚えるシーンで右手の指先が冷たく感じられることがあるという。2020年11月22日 名古屋市在住の一般女性と入籍。2020年9月23日のヤクルト戦にて4回表から登板したが、昇竜ユニホーム着用試合にもかかわらず通常のホーム用の帽子をかぶって登板するハプニングが発生した。ありがとうございます。